改めまして内山真嗣さん、小野乃々佳さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、はい、お二人もなんだかクリスマスムードもうムンムンの今日はそうなんですよ、はい、ちょっと衣装ご紹介いただけますか。せっかくなんで、せっかくなんでね、こうやってクリスマスカラーでね、はい、今日は来ようじゃないかということで乃々佳ちゃんと合わせてきたわけですよ。そうなんです。これ僕これ全くないんですよね、予定。毎年、まあ、彼女いるときは彼女と過ごすんですけどね。今年はちょっと彼女いないんで、今年の頭に別れちゃったんでね、誰かいい人いませんかね、皆さん。ね、こんなに無反応ってあるんですね。ない、何にもないんでね、はい。1年ぐらいですかね。それ、あの一般の方。そうですね、まあ一般っていうか、まあちょっとこの業界かじってること。何ですか、何やってるんですか。まあタレントさんっていうんですかね。卵と言いますか。そうっす。すごい、か、じゃあ、かわいい、かわいいんですか。そう、いや、かすごい可愛かったですよ。いや、番組で知り合って。どうやったんですか、番組で知り合って。いや、アドレス交換して、ちょっとご飯でも行きましょうかっつって。やりますね。いや、それはね、28年いるんでね。それ、振られたんですか、振ったんですか。まあ、振られたに近いんですかね。理由は何ですか。まあ、真面目な話してしまうと、やっぱりちょっと食の好みも違いましたし、はい、彼女結構野菜好きなんですよね。で、僕肉中心だし、あと温度差、本当に温度差なんですけどね。エアコンの温度差なんですけど、まあ、それでも、もろもろですかね。もろもろで、まあちょっとやっぱり、まあ価値観が違うんでということで。エアコンの温度差ってめっちゃ面白いですね。そう、恋愛の温度差じゃなくてエアコンの温度差ってね。もうこれはやっぱりね、どうしても僕ら超えなきゃいけない壁なんだよね。いや、すごいなぁ、さすがだなぁ。だって悩みないでしょ。いや、ありますよ、まだまだ。だって本当不安で不安でしょうがないので、こう、もう芸歴も長いじゃないですか、このこういう芸能界で生き残れるコツとか、そういうアドバイスをいただけたらいいなって思ってるんですけど、まあ、やっぱりね、それはあの長いものに巻かれる、これだよね。これが一番なんだけど、はい、まあ、あとはやっぱりね、これにならないってことだよね、やっぱ天狗にならないっていう、あとやっぱ初心忘れないとか、そういうのあるんだけど、こういうイベントとかで大事なの去り際ですよね。ここではね、よく ありがとうございました、ありがとうございましたって振り向いた瞬間にものすごく鬼のような顔してきているでしょ。ああいう人は大体いなくなるよね。そうなんだ、去り際まで。去り際大事、なんか俺いつも最近思うんだ、去り際ちゃんとしてる人ってこの業界に残ってるって。あ、そうなんですね、デモンストレーションでぜひ。あ、もうここから行って、あ、はい、今日はどうもありがとうございましたって言って、で、ここからもう一度いや楽しかったよって、これです。ありがとうございました。馬山。すみません。なぜ急にやったか分かんないですけど、すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったなー。